いつか人類が月や火星で暮らせたらいいな。少年は夜空を見上げて胸を躍らせた。でも月や火星は重力が小さいから地球に戻れない体になっちゃうかも。少年の夢はリアルだった。スペースコロニーは現実的ではない。大学生の時には月面や火星でも人工重力装置ができるのではないかと考えた。建設業界が関われば宇宙開発はもっと魅力的になるはず。そして少年は鹿島建設の社員となった。課題は重力なんです。地球の重力 1G は人類のアイデンティティだと思うんです。今彼は宇宙空間での長期滞在を可能にする人工重力施設を大学と共同研究している。あの時夜空を眺めた少年の夢はなお続いている。いつか月で暮らしたいな。100年を作る会社カジマ。